魅力あふれる一関の旅。その個性は様々な人々の手によって継承発信されています。そんな人々との出会いもまた旅の魅力の一つ。一旅、今を紡ぐ人。世界遺産平泉の浄土思想や様々な伝統芸能や伝統工芸などが受け継がれる一ノ関の歴史と伝統。今回は創業100年を超える染物、京屋染物店をご紹介します。こんにちは。いらっしゃいませ。県南の城下町、一ノ関で大正7年から続く京屋染物店。その発祥は初代蜂屋松寿が着物作りを勧められたことから始まったといいます。代々受け継がれているものって何かありますか？はい、大体小さなご縁を大切にという言葉を引き継いでいますね。はい、それはうちらは反転発表を通して、お祭りだったりとか芸能を支えてきたんですね。はい、でそのお祭りと芸能っていうのは、本当に地域のコミュニティを作ったりとか、また家族の絆という、小さなコミュニティを大切にしてきたんですよ。そこを私たちは祭り衣装制作や印染めということで紡いできたなというふうに、そこが自分たちの仕事である本質だなというふうに思っています。そんな初代の思いも引き継ぎ、京屋染物店の染色技法、そのこだわりは全国でも珍しいと言われます。うちの商品というのは、納めた時が完成とかではなくて、やっぱり使い続けた先に味わい深いものになっていったりとか、愛着増していって、商品がこうどんどんこうより良いものに自分だけのオリジナルになっていくってことを目指して作っています。あ、じゃあもう変化も楽しめるっていうことですか？そうですね。100年もの歴史から培った匠の技、そして伝統にとらわれないあふれる創造力とチャレンジ精神、その個性は新たな伝統へ歩み出しています。一旅、今を紡ぐ人。歴史と伝統に触れる、こんな一ノ関の旅、おすすめです。